ばんは、モモです。それは今から、ウォークス・ファントマーズの、まあ、やり方をね、本当に簡単にサクッと説明させていただきます。まずは、URL の方を、YouTube の方にも貼らせていただきました。そこちらの URL につなぎまして、まずね、このようなサイトに行ってください。続きまして、サインアップあれいろいろあるんですけど、まあ、サインアップを押していただいて、このいろいろメールアドレス、パスワードを入れて登録をしてみてください。で、サインアップをした後に一度サインインをします。でこの時に、まあ、Facebook からなどでもね、サインインできるようになってますので、もしアカウントがあるんだったらこっちの方が楽かもしれません。そしてサインインして、まあ、こちらからダウンロードをしていただくと。ね。でまあ、基本これでね、プレイはできると思うんですけど、もしできない場合、NTT ゲームというね、こちらの方もアカウント作っていただいて、まあ、念のためね、作っていただいておいた方がいいということですので、ね、こちらの方も一応作ってください。そして、まあ、NTT ゲームとファントマーズのアカウント、まあ、こちらの方も URL をまた YouTube の方に貼っておきます。両刺した後、すいません、おっと、ファントマーズを起動させます。ちょっと今ね、動画の編集中でした。トラブルもありますね。はい、でファントマーズをまあ普通に起動させたいと思います。ちょっと待ってください。はい、そうしましたらね、ログイン画面はこちら56と同じような最初の画面になります。こちらを読み込んでいくと、あの ID 入れる画面とパスワードが入る画面で、日本語に変える方法を言います。こちらからグラフィックなど、ここで使用する言語いろいろ変えることができるんですが、最初ねトルコになってるんです。でジャポニカみたいな、まあ、日本語じゃない、ジャパ、ジャ、J から始まる記号があるので、それを押して赤文字確認。それを押しただけでは反映されないので、一回戻るで消していただいて再起動したら、こちら日本語に変わっています。まあ、なぜかすぐに反映されないという、でも日本語代用もされているみたいですね。で、それでインしたら、まあ、普通に、プレイは可能となっておりますので、皆さん、まあね、今週のもう金曜日には多く解禁ですけども、世界版、ぜひその間、面白半分でやってみてはいかがでしょうか。一応ね、サーバー、うん、こんな感じですね。16部屋。17。何部屋あるんだろう。まあそんなないっちゃないんですけど、まあなんか割とよくできたゲームになっております。はい、それでは、オークスファントマーズのログインの方法をまた簡単に説明します。ちょっと詳しい方法は分かりませんし、あのうまくいけない方はね、自力で頑張ってみてください。今週の金曜日からは登録始まりますので、ちょっと質問とかね、まあ、ツイッターにしていただいて大丈夫なんですけど、返事が遅くなるかもしれません。またブログの方もね、更新していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは終わります。ありがとうございました。